皆さんこんにちは。こんにちは。はい、島袋千奈です。菊野です。今日はね、朝ごはん作ろうと思います。はい、うん、超簡単。味噌汁と納豆、卵以上。あ、時間がない時の朝の。時間がないというか、まあ、うん、そう、そんな感じ。あれ、さっきそうやって言ってたよ。そうそう。急に帰るやん。そう、作っていこうと思います、うん、はい、はい。朝バタバタしますからね。そうだね。うん、ネギにね、はい、あとね、納豆、ひき割り、ね、コチュジャン、ネギ、濃い木綿納豆腐ね。そう、ひき割り納豆、いで、醤油、コチュジャン、丸米、醤油と卵。はい、作っていこうと思います。材料はこれ。はい。では、お味噌汁からいこうかな。まずお水。味噌汁の水。水ですね。はい、水です。まあ、意外と和食好きよね。俺好きだよ。パンも好きだけどさ。俺結構和食の方が好きかも。だってパン食べること少なくない？私がパンあんまり作んないから。うん。俺もともとそんな食べないよ。そう、うん、しょっちゅうパンとかパスタって言ってたんだけど、パスタはね、うん、水はもう目分量ぐらい、うん、800ぐらい、800ml。 そう、水ノアがね、2、3回おかわりするぐらいで、はい、はい、でね、あとね、最初にね、お出汁をね、取るよ。お出汁ね。出汁はね、私は、金髪の具って、これ、これで取ってる私は。はいはい、見せてください。でね、これをね、鍋にね、ポンと入れます。入れますか。はい。そんな俺は、セラが朝ごはんを作る傍らで、できる仕事がありますか。何ですか。クイックルワイパーですよ。優しいですね。皆さんも少々お待ちくださいね。装着チェック一石二鳥。装着完了。意外とキッチンって汚れるやん。汚れる、ね、すごい。やっぱ油飛んじゃうしさ、水回りはさ、やっぱさ跳ねちゃうよね。で、納豆を、はい、納豆、うん、あ、ごめん、納豆の前にネギ切らなきゃ。ネギを切る、うん、ネギ切らなきゃ。はい、ネギ切ります。うんね、あんまりさ、私こういうさ切り方も詳しくないんだけどさ、まあこういう、なんていうの、これ横。それで俺が答えたらすごいな。いや、これ横だよね。たまに縦と横が分かんなくなる。で、こうやってみじん切りしていきます。あ、そうやってやるんや。そう、玉ねぎもそうだよ。そういうことね、うん、あ、でもほら見て、ちゃんとできてない、うん、もうこういう時はね、こうやってくしゃくしゃで、これ、うまくできないんだよ、これ。できやりたいんだけど難しいよね。難しい。でもね、こういうね、やり方をね、教えてもらったの、よしみさんに。おうおうおう。そう、このネギは何に使う用のネギですか。これはね、あれだよ、うんとね、あれに入れるの、うんと、あれあれって言うけど、納豆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 ね。納豆に、ネギ入れて、ごま油入れて、コチュジャン入れて、どう、美味しそうじゃない。アレンジ納豆ね、美味しそうね。の上に、卵の黄身のせるの。あー、いいね。あ、そうでしょ。白身抜いて。そう、うずらの卵とかも美味しいかもね。あ、美味しいかもね。うん、よいしょ、これでいいかな。で、納豆を混ぜていきます。はい。うちが使うのは、ひき割りね。ひき割り好きよな。私大好き。大粒じゃなくて、そう、俺本当好きなのは大粒でしょ。しかも大粒のさらに上があるのよ、俺好きなやつ。巨粒。違う、そういう意味じゃない、大きさじゃない。あ、なんだ。黒豆。へぇ、黒豆納豆。そうなんだ。で、一番好きなやつが最近売ってない、黒豆納豆が。あんまり見たことない。で、昔よく売ってたんだよ、黒豆納豆って。そうなんだ、うん、でね、こうやってね、納豆をさはいはい、ぶっ込むじゃん。ぶっ込みますね。はい、2個ぐらい入れとこうか。入れて、うん、で、入れましたね、はい、入れましたね。で、次に、ごめんなさい、ガチャガチャ。次に、このネギたちをぶち込みます。あ、ごめんなさい、またカンカンして怒られる、お母さんに。
あとね、このね、中に入ってたね、タレも入れる。あ、それも入れちゃう。それも入れちゃう。これも入れちゃう。はい。で、これも入れちゃう。で、その次に、はい、醤油。ちょっとね。ちょぴちょぴ。目分量ね。目分量、うん。で、その次に、ごま油を入れます。ごま油ね。まあ、小さにぐらい。あ、入れすぎた。まあ、入れ4ぐらい。4ぐらいいったね。まあいいや。で、混ぜんじゃん。でね、コチュジャンも入れたいんだよね。うん。もう美味しそうだね。もう美味しそうだね。うん、もうこれにもう卵ともう白ご飯だけどもう朝は大丈夫だね。でもね、コチュジャン入れるとまた美味しいんですよ。まあね、辛いやつだよね、コチュジャン。これはね、お好みの量でね、あの韓国のやつよ、コチュジャンってさ。目分量ね。これも目分量ね。お好みね。お好みね。こんなもんかな。癖強いよね、入れ方が。癖強い。回しちゃダメだよ。ピヨンピヨンしてるね。すべて入れてね。はい、これ全部ぶち込みました。ネギ、納豆、コチュジャン、ごま油、醤油。醤油。で、納豆についてるタレもちょっと入れて、混ぜます。全部混ぜます。ちょっと味見してみようか。うん。天才。うん。優勝。でね、もしあればね、いりごまも入れた方が美味しい。ちょっと目分量でね。みんな気になるよね、目分量目分量って言われても。せいなの目分量毎回結構多いからね、全部。でも美味しいじゃん。美味しいよ。でも美味しいじゃんって言います。うん、言いますよね。はい、で次にたまに聞いてくるもんね、味濃いって。はい、でこのね、ティーパック取ります。出汁取れました。はい、で、はい、で次に味噌入れます。はい、溶かしますよ。はい、でその間にね、味噌溶かす間にここに入ってる冷凍ご飯をチンします。はい、チンはね、大体 2分半から3分。3分ね。うん、すごいグラスの量だね、これ。お恥ずかしい。これね、いただき物だよ。全部結婚祝いでもあったね。そう、でもね、入らないんだよね。そう、我が家ね、収納がさ、物が多すぎて、ね、ないんですよ。見てよ、鍋ですら入らないんだから。これ昔料理人やってみたかったよね。あー、そうなの、なんで。なんかね、小学校ぐらいの時に母の日かなんかにご飯作って、みんなまあ家族だから美味しいって言ったのか分からないけど美味しいって言って、嬉しかった。嬉しかったんやけど、あの厳しかったおじいちゃんが初めて美味しいって言ったから、あの食通のじいちゃんが、うん、俺これちょっと人喜ばせるんじゃないかと思って。かわいい。何そのエピソード。笑わないじいちゃんを笑わせるほど美味しいって言ったのは。っていうちょっとあった。なんかいいね、それ。そう。豆腐をね。豆腐ね、はい。まあ味噌溶かして。はい、豆腐入れて。豆腐入れる。大好きだ。はい、つまみ食い。うまい。生で豆腐。味もついてないの。いや、これが食材の味なんです。うん。あ、いいんじゃないですか。いい感じ。うん。見してください。わかめ。ね、わかめちゃんをね。入れます。わっ、やっぱさ、海藻ってなかなかさ、取れないからさ。まあね。とかね。でね、こういう風に取れる。紙にいいっていうしね。紙にいいっていうのもちょっと古いのかもしれないけど。でもそう言って食べさせられたよね。うん、食べさせられた、じいちゃんに。うん、そしたら眉毛がどん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 濃くなってた。ヒゲと。最後に、めんどくさいからこういうね。カットネギ。カットネギをね。うん、ネギ意外と切るのめんどくさいからね。うん、量多いし。ありがたい、すごい。やっぱりね、緑があった方がいい。やっぱ大関いいね。大好き、大関ね。今スーパーの話ね、大関。定期的にさ、買いだめしに行くんやけど、大関にね、大関っていうスーパーが好きで、新鮮でめちゃくちゃうまいよ。松葉ガニ売ってたね。松葉ガニ美味しそうだった。完璧。完璧。早いね、調理時間実際終わった。10分ちょいぐらいかな。あとは、よそって盛り付けますね。はい、はい、
はい。で、海鮮が好きな人はね、しじみとかあさりバーン入れてね、うん、ここに。そうだね。せいの味噌汁あんま飲めなかったもんね。俺が好きだから作ってちょっと飲めるようになったよね。お吸い物ノアが飲むから作るようになったらさ、私も好きになった。また青さとかアサリ、シジミ、うん、俺魚の出汁系があんま飲まないかな。美味しいけど、うん、あんま飲まないな。たまに目ん玉とか入ってくるから。そうだね、よそってね、うん、お腹すいた。てよ、俺。じゃあ向こうに持ってきますか。はい、完成です。完成しました。はい。完成。完成しました。どうですか。3D 卵。どっかで見たね。大丈夫。テレビでしょ。うん。3D 卵。4D 卵ではない、3D 卵。 3D だよ、 4D は自分が主観になってみるから。昔やね、自分が卵になってるってことだよ。 4D はそうかな。セイナって面白いよね。うん、いただきます。はい、召し上がり。食べちゃうぞ。どうぞ。ちょっとこれ食べたら喋られへんから、セイナ喋ってね。うん、分かった。いただきます。どうぞ。うん、どう。うん、でしょ。うん、やばい。ナイスメブ。これやばい。でしょ。うん、うん、ごま油とね、コチュジャンってね、もうね、最強なのよ。そうね、ぜひね、みんなもやってみてくださいね。今まで食べた、うん、納豆料理で一番美味しい。あ、それはすごい、うん、これ初めて食べてもめっちゃうまいわ。初めてなの作った、うん、普段 ね何も味付けしないでさ、あのパックのままパッつって置いてくる。普段通り作ってる雰囲気出したけど、俺もそこはね、黙ってさ。うん、でもせいなら自分から言うんだったら YouTube 用にね。うん、美味しいのね、うん、よかった、うん、初めて作ったけどだからさ、ちょっとさ、黄身に味付けてない分さ、納豆でさ、味ね、結構濃くてもいけるね。濃くてもね、そう、確かに。ご飯も進む。これめちゃくちゃ美味しいわ。よかった。うん、ああこれでもリピートしたいわ。あ、食べたい、これ毎朝。なんかあとね、あのダイエットにもいいだろうね。うんうんうん、ね、いいと思う。これ美味しいわ。これでも絶対作った方がいい。納豆を好きな人絶対これ作った方がいい、うん、めっちゃ美味しいこれ。まあ本当に材料はね、納豆、ごま油、醤油、あと醤油少々、コチュジャン、コチュジャン、卵、卵、うん、うずらの卵でもいいしね。何でもいい、サイズね。あとまああれば、ごま、ごまも栄養素、あ、まあ、ごまも美味しいね。高いから、すごく体に、うん、これめっちゃうまいわ。もう本当にね、これはね、良質のタンパク質よ。これめっちゃうまい。卵もそうですし、めちゃくちゃうまい。納豆もそう。これはぜひ作ってもらおう、ごま、うん、見てる人、はい、作ってください、はい、あと味噌汁もね、はい、うん、ちゃんとね、豆腐食べて、はい、好きだからね、お味噌汁ね、はい、はい、皆様ぜひね、作ってみてください。はい、ぜひチャンネル登録と高評価、はい、よろしくお願いします。お願いします。バイバーイ。バイバーイ。